ンシュタット20世紀初頭の写真トランシルバニアザクセン人は12世紀以降トランシルバニアへ移住したドイツ人を指す名称。ドイツ人によるトランシルバニア植民はハンガリー王ゲーザン2世によって始められた。10年間のドイツ人移住者の主な義務はハンガリー王国の南東部国境地帯の防衛をすることだった。 植民は13世紀終盤まで続けられた。植民者は新生ローマ帝国西部出身者がほとんどで全般的にフランケン方言を話していたけれども彼らは集団名ザクセン人として呼ばれていた。これはザクセン出身のドイツ人がハンガリーで大臣職法官職として働いていたためである。歴史上このザクセン人たちは トランシルバニアのハンガリー貴族と聖景人たちと共に特権階級であった。トランシルバニアザクセン人人口は第二次世界大戦後に減少した。彼らの大半がドイツへ移住していったが、現在も残った人々がハンガリー、ルーマニアで知られる少数民族として残っている。1918年当時のトランシルバニアの地図。灰色部分が トランシルバニアザクセ人の定住地メディアシュドイツ人、定住地の事実上の段階は12世紀半ばに始まった。植民者たちはヘルマンシュタット周辺を基盤とするヘルマンシュタット地方となる地へ旅してきた。ゲーザ2世によるドイツ人商兵の第一の理由は彼らを侵入者に対する国境地帯防衛に整形人と共に当たらせることにあったがドイツ人は 自らの採掘の専門知識と地方経済発展の能力も追求した。この時代にやってきたほとんどの植民者たちは、ルクセンブルク、モーゼル川地方からやってきた。ドイツ人植民の第二段階は、13世紀初頭にやってきた。この時は、ラインラント、低地諸国、モーゼル川地方出身者、その他には、チューリンゲン、バイエルン、 さらにはフランスからやってきたものから構成されていた。トランシルバニア北東部の定住地は、ネーゼンの町に集中していた。ネーゼンは後に、ビストリッツとなった。周囲の一帯は、ネースナーラントとして知られるようになった。神聖ローマ帝国からの移住は続き、ザクセン人の居住地帯はさらに東へ拡大した。ヘルマンシュタット出身の古世代移住者は、ハルバファ川。 水便山脈、ミュールバッハ山脈へと広がっていった。ミュールバッハ山脈周辺は、ウンターバルトの名で知られ、ミュールバッハに集約された。ヘルマンシュタットの北部の定住地には、メディアシュ近郊のバインラントがあった。1211年、ハンガリー王アンドラーシュ二世は、トランシルバニア南東端にあるブルセンラントの防衛と、定住のために、ドイツ騎士団を招変した。 カルパチア山脈の峠をクマン人から守るため、騎士たちはクロンシュタットを含むおびただしい数の城と町を築いた。ブルセンラント地方の植民家は、ほとんどがアルトラントからの移住者で構成されていた。騎士団の急速な勢力拡大に脅威を感じたアンドラーシュ二世は、1225年に騎士団を追放し、1226年に、 彼らはプロイセンへ再入植した。それでも、植民者たちはブルーツェンラントへとどまった。ハンガリー王国の中世の東部国境は、ネースナーラントのザクセン人によってその北東部分を、東部分を、西京人に、南東部分を、ドイツ騎士団とブルーツェンラントザクセン人が築いた城で、南部分を、アルトラントザクセン人にそれぞれ守らせていた。 ヘルマンシュタットのルター派協会ドイツ騎士団がトランシルバニアから引き上げてもザクセン人入植者はとどまり、ハンガリー王は彼らの権利と1224年の金印検証上の義務の保持を承認した。この公文書はドラースとブロースとの間にあるドイツ人領、その中の行政、信興自治権とハンガリー王に対する義務とを衝述していた。 ドイツ人が植民した領土の面積はおよそ3万キロ平方メートルであった。カーロイ一世の時代、ザクセン人はザクセン人議会を組織していた。ナイトハウゼンにある防衛用島を持つザクセン人教会ドイツ騎士団とともに、その他のドイツ人共同体内で発展する重要なキリスト教組織はバナト地方のエグレシュにある首都会修道院。 フォガラシュにあるケルツ修道院であった。ザクセン人初期の宗教組織は、1191年12月10日創立のヘルマンシュタットのプロボストであった。初期の頃、ヘルマンシュタットの領域に含まれたのは、レシュキルヒ、グロースシェンクなど、初期にザクセン人が植民した地域であった。トランシルバニアザクセン人の大半は、 宗教改革時代に、マルティン・ルターの新たな心情を受け入れ、その他のザクセン人に少数派が忠実に、ローマ・カトリック教会に留まり、または一部が後に、カトリックへ再度改修した。1572年から1867年まで、トランシルバニアのルター派教会司教座がビルト・ヘルムに、あった。カトリック司教アウグスティン・パカ、そしてマルティン・ロースは、20世紀の、 トランシルバニアザクセン人、またはその地を引く人間で、ロースは後にテメシブルクの大司教座司教となった。クラインシェンクのザクセン人要塞アグネテルーンの要塞教会1241年から1242年に、かけてのモンゴル人のヨーロッパ侵攻で、ハンガリー王国の大藩が荒廃した。ザクセン人は最善を尽くして抵抗したものの、多くの定住地が破壊された。 信仰の結果、多くのトランシルバニア定住地が、石像の城で強化され、この協調が町を経済的に発展させた。多くの町は、どっしりとした壁で覆われた、要塞協会によって守られた。都市の急速な拡大が、ザクセン人をトランシルバニアへ引きつけた。これによってドイツ語でジーベンビュルゲン、ラテン語でセプテムカストラとして知られる七つの、要塞都市が生まれた。 カッコ内はドイツ語、ルーマニア語、ハンガリー語の地名18世紀に描かれた、クラウゼンブルク市外トランシルバニア貴族と成形人と、共にトランシルバニアザク人は1438年に署名された三カ国連合の構成員であった。この同意は三カ国の政治的権利を保護するもので、トランシルバニア人口の多数を占めていた、ルーマニア人、オザクミノーリは、 政治の舞台から追放されていた。宗教改革の間、ほとんどのトランシルバニアザクセン人はルター派へ改修した。反独立国家トランシルバニア公国として、公国はヨーロッパにおける最も信仰に寛容な国家の一つであり、ザクセン人は自らの信仰を営むことが許されていた。ハプスブルク家はカトリック教会を対抗改革時代に奨励したが、 ザクセン人の多数はルター派信仰を守り続け、ルーマニア福音ルター派協会を形成した。ハプスブルク家とハンガリーがオスマン帝国と戦った16世紀から18世紀の対トルコ戦争でトランシルバニアザクセン人人口は減少した。トランシルバニア公国がハプスブルク家支配下に入るとドイツ人植民第三段階の小さな波が始まり、 ザクセン人の復活を助けた。この時の新たな移住地には、オーバーエスターライヒから追放されたプロテスタントによる、ヘルマンシュタット近郊の定住地があった。特に対トルコ戦争時代、ドイツ人たちは、行政官、士官となった。ドイツ人が集まって暮らすヘルマンシュタットは、トランシルバニア中の重要な文化中心地であり、一方クロンシュタットは、 ザクセン人たちの活発な政治中心地であった。シュテファン・ロート新生ローマ皇帝ヨーゼフ2世は、18世紀終わりに、三カ国連合を取り消そうと試みた。彼の行為は、トランシルバニア内での政治的不平等、特に、ザクセン人の政治的な強みに当て付けられることになった。ヨーゼフ二世の行為は最後に撤回されたものの、多くのザクセン人たちは、ハンガリー愛国者。 ルーマニア愛国者といった少数派の反対に見舞われ始めた。ザクセン人たちは富裕で影響力ある集団であり続けたが、もはや有力社会級ではなかった。1848年革命の間、ザクセン人たちはルーマニア人たちが平等な政治的地位を獲得しようと行動したことを最後に指示した。他方でハンガリー人たちはハンガリー王国と トランシルバニア全土の完全なる統合を支持した。牧師ステファン・ロートは、ルーマニア人の政治的権利獲得を支持する、ドイツ人を引き革命の最中に、ハンガリー人急進派によって逮捕され、軍事法廷で反逆罪を宣告され処刑された。ハンガリー人は、トランシルバニア全土の支配を得ようとしたが、1849年に、オーストリア、 そしてロシア領軍に敗退した。1867年にオーストリアとハンガリーはアウスグライヒを結んで妥協したが、ザクセン人の政治的権利の後期を待つことはなかった。オーストリアハンガリー帝国時代、ハンガリー人は王国内での冒頭したその他の民族的愛国主義者と戦う政策に時間を費やした。第一次世界大戦後、多くのザクセン人は、 トランシルバニアとルーマニア王国の統合を支持した。彼らは少数派としての権利を十分に約束されたが、多くのザクセン人たちは、大戦後のルーマニア全土で遂行された、農地解放の過程で、自分たちの土地を失った。クロニシュタット第二次世界大戦中、不満を抱いた多くのザクセン人たちは、ルーマニアとトランシルバニア北部を併合していた。 ハンガリーの政権がそうであったように、反ソビエト連邦のナチスドイツ側についた。1944年、ルーマニアがソビエト連邦と和平条約を結ぶと、ドイツ軍はトランシルバニアからザクセン人を引き上げさせ始めた。この作戦は、ネースナーラントのザクセン人のためであった。およそ10万人のドイツ人がソビエト赤軍がやってくる前に逃亡した。 しかしルーマニアは近隣諸国が戦後に行ったようなドイツ人追放を指揮しなかった。ところが8万人以上と言われるザクセン人がソビエト政府の強制追放によってドイツと共謀したとの疑いでシベリアへ送られた。残ったザクセン人たちはルーマニアの共産主義政権によって迫害され多くの政治的権利を失った。 ルーマニア共産主義政権が行ったドイツ系ルーマニア人の追放と脅迫の第一の方法は報酬を払って彼らの出身国に紹介してドイツ移住を許可し代わってドイツ人の土地へ多数派ルーマニア人を定住させることであったそれはその他の少数民族を脅迫することで民族的なルーマニア人人口を増やし純粋な ルーマニア人国家を作り上げる計画であった。ドイツ人及び数世代にわたってトランシルバニアに暮らしてきたザクセン人たちは民族的ドイツ人としてドイツ政府からみなされドイツ市民権を持っていた。相当な人数のザクセン人たちがドイツへ移住した。そして1989年の東側諸国崩壊後に特に移住が進んだ。 ドイツ移住後のトランシルバニアザクセン人を代表するのは在ドイツトランシルバニアザクセン人協会である。この移住のため、ルーマニア在住のザクセン人人口は激減した。ルーマニアで現在ザクセン人を代表する政党は在ルーマニアドイツ人民主フォーラムである。2000年6月30日から2014年12月2日までシビウ市長を務めたクラウス・ヨハニスは トランシルバニアザ戦人であり、2014年12月21日より、ルーマニア大統領を務める。ありがとうございます。